八八。あとガチのやつだから。俺入ってる。俺入ってる。こうだね。いえ、八八です。さあ今日はあの気まぐれスプーンのキャンプイベントに集まっていただいてありがとうございます。今日のキャンプイベントはあの初心者でも簡単にできるよみたいなコンセプトにやってますので、あの、はい、分かんなかったらすぐ俺らに聞いていただければと思います。今日の注意事項をちょっとミサオの方からあの喋らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。注意事項なんですけど、以上ですね。あの必要なこと他にあればあのタカさんに基本聞いてください。これないとダメです。はい、ではもうまず乾杯しちゃって、乾杯しましょう。では流れももうみんな開けてると思いますが、はい、OK、 それでは皆さん本日よろしくお願いします。乾杯。今日ですね、あの出店していただいてるあちら鋼鉄屋さん、筒子ヶ丘でね、あのバーをやってる鋼鉄屋さんがね今日来てくれてます。今日はガレットとフェンネ、めちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったそうです。早いな、相変わらず舌が超えて、部長が言ってるから大丈夫です。このあとね、ここで薪割りとフェザースティック体験ができますんで、ここであの教えてくれる方、あのそちらにプロキャンパーがいますんで、素晴らしい。お願いします。、はい、このあとですね、あのハンバーガーをこれぐらいのやつを出しますんで、でき次第お声掛けします。俺があのカレー作ります。夕方ぐらいに大体できる予定です。それまでは皆さんぜひ楽しんでください。お願いします。はい、はい、お願いします。美味しそうだよ。戯れられるものがあるんですけど、ダメだよ。いいですか。おお、美味しそうだね。ああ、美味しそう。はい、皆さん聞いてください。薪割り始めます。こちらのハンマーを使いましてですね、これをこれで割ります。いいですか。ここにしっかり置いて、これを叩きます。これぐらいまでいったらもう手離して大丈夫。危ないから離れて。あとはここをめがけて、うん、おい、完成です。じゃあこの感じで子供たちやるときは大人はついてやってください。これ何、これこっちに危ないから、ね、ちょっとゆうちゃん、いや、やりましょう。この機械でもすごいね。この切るやつ。乗るときにさ、最近運動されてない方。嫌いな人を乗るときはいいんだよ。あ、最近影響ばっかりで運動しない方。ストップ。いいですか。はい、ということで続きまして、あのバトニング体験したいと思います。ただ子供たちはちょっとね危ないからできません。あの大人の方だけになります。根元の方にセットして木で叩きます。ここを、そうするとこう入っていきます。ハンマーで入っちゃうと、ここを思いっきりカンカンカン。やばい。すごくないですか。すごい楽しいっす。すごい楽しい。あ、こういう人がキャンプにハマってくるんだろうね。これ気持ちいい。あ、気持ちいい。これ入っていくと気持ちいいね。一回入ればもう、じゃじゃーん、やば、いいね。ぴょーん、肉どーん、いいね。できた。いや、うまそう。タカさん食べる。いただきます。はい、はい、あー、肉汁すげー。うわー、うまそう。うわ、すごい、これうまいね。めっちゃうまい。前回超えた。うん、超えた、うん、あー、すげー。いただきます。ウェットティッシュあるからね。肉汁がうまっ。これはやばい。これは本当に食べに来た方がいい。早いもん、早いもん。あ、前回超えてる。うめー、おいしい。うまーい。では、俺が作ったカレーをぜひ見てください。オープン。バカ、うまーい。これね、視聴者さんに伝えたの、これ香りだよね。で、昨日の夜中に玉ねぎは炒めた。玉ねぎはあのスタッフのゆうきがね。ゆうき、ありがとう。1時間玉ねぎ1時間やりました。10個玉ねぎ10個がこれぐらいになっから。
マジでサイズがえぐいな。これはねもう俺らしかわからんね。すごいね。すごいよ。ということで皆さんイベント参加すればカレー食えますから、ぜひいらっしゃってくださいね。次はどうかな。カレーの時間がやってまいりました。これすごいですよ。これ鶏肉と豚肉が合わさってもう筋みたいになっちゃって、玉ねぎも溶けててすごい。これいただきます。いただきます。あーうまそう。食いて。やばい、ね、あれガチなやつだ。本当に美味しい。切ってね、切ってね。もう笑ってんじゃん、ミサちゃん。もういつもとパターンが違う。美味しい、ね、美味しい。あ、よかったです。めちゃくちゃ美味しい。器大きいの持ってきてるね。めちゃでかい。本当だ。すげえ、めっちゃうまそう。こんなにいっぱいつけていいの。ねえ、イエイイエイイエイ。おーすごい。今じゃあそれ気をつけてね。負ける人いませんか。見て見て、めちゃくちゃ見て。いいよね。